HXN5 型ディーゼル機関車とは、中華人民共和国鉄道部が2008年から製作した電気式貨物用ディーゼル機関車である。HXN5 型の原型車 AC6000CW 本形式は、米国ゼネラルエレクトリックがエボリューションシリーズと AC6000CW をもとに開発した。GE からの技術移転を受け、 南社赤書籍記者が製造する。形式番号は HXN5 で、中国語では一般に若い5型内燃機車と呼ばれる。メーカーの GE における故障は ES59 汗で、ES はエボリューションシリーズ、59は出力5900馬力、AC は交流電動機、I は輸出用を表す。1号機は2008年に完成。 2009年より量産を開始した。HXN 小型は、ランボード、モノコックシャーシ、タンタン運転台を採用している。ジェボ -16 型ディーゼルエンジン、永久磁石同期電動機とイグブと素子の、VVVF インバータを搭載しており、デジタル制御のアス制御システムを採用している。30連が可能で、軸配置は CO、COCO である。 鉄道部は2005年11月1日に GE を呼び、赤書籍記者からの機関車購入とともに、両社の提携により技術移転を行うことに調印、HXN5 型を300両調達し、価格は合わせて4.5億ドルとなった。提携は、技術移転、輸入された完成車の購入、部品単位で輸入し国内での組み立てと国内で、 生産されたものの調達の4段階に分かれていた。GE が製造した最初の2両は米国で製造後完成車の形で送られ、残りの298両は赤書赤記者が GE の協力の下で製造、徐々に国産化する。国内で組み立てられた最初の機関車は2008年11月25日に出場している。 南社時代電機は GE からイグブとインバーターの技術移転を受け、285台の HXN5 型用インバーターを提供。最初の製品は2008年11月21日に検査を合格している。生徒記者車両有限講師は電動機と発電機等の技術移転を受けた。最初に製造された HXN5 型用電装品を搭載した。 機関車は2009年3月17日に出場、ハルビン鉄道局ハルビン機関区に配置された。ありがとうございます。